こいつはかなり大きいです。打ち所によっては噛まれる危険性もあります。慎重に狙いを定めていきます。ヒット。残念ながら致命傷は与えられず、とんでもない力で穴に引っ張られますが、ここは力勝負、無理やり引き抜きますが、あまりの強さにパワー負けしてしまいました。これは長期戦になりそうです。マサルと比較すると人間の身長ほどあることがわかりますね。穴に潜られたら大変なので、ラインを思いっきり引っ張っています。なんとか引っ張り出せましたが、大暴れです。やっぱね、動画で見ると小さく見えると思うんですけど、この棒が170センチあります。なんで、まあ結構ね、でかいんですよ。